全く気分も乗らんし、いいことなんか全くねえし、楽しくダイエットできねえかな。そう思ってる方におすすめな内容になってます。気分が乗らない原因っていうのは、実は全部肩にあるんです。気分が乗らないとダイエットはうまくいきません。腹筋やスクワット、有酸素運動を頑張っても、結局モチベーションが続かないと結果に結びつきません。そこでモチベーションを上げるために大切なのが肩なんです。なぜかというと、肩が凝ってたり、肩がだるい、肩が重いっていうだけで、実は体が重たいんです。肩を上から押さえつけられてるように重力を感じてしまうんで、体も重いし気分も乗らないんですね。この肩が軽くなるだけで、気持ちも軽くなって体も軽くなる。その結果、テンションが上がってくるんで、肩を動かすことをしていきましょう。で、この肩っていうのは、首、腕、背中。この3つと繋がってますので、上半身を座って動かすだけで、今から肩が軽くなります。見ながら一緒に動いてください。まずは手を前に出します。このまま手を横に動かす感じで、テーブル拭くようなイメージでね、腕を動かしていきましょう。スタート。こういう感じでね、反対も同様に。これで背中、肩、腕をね動かしてますんで、拭く回数をね交互でもいいですし、真似してもいいです。まずはね、背中をしっかり動かしていきましょう。はい、OK。途中で腕がだるくなった人は、我慢せずに下ろしてください。マイペースでいいです。今度は背中をゴシゴシする感じで、腕を動かします。スタート。できるだけね、後ろに回しましょう。手があんまり後ろに回らない人は背中が硬かったりするんで、しっかりね動かしていかないと上半身の姿勢が悪くなってきます。マイペースでいいです。朝晩2回できると最高です。はい、 OK。 次は平泳ぎをする感じで動かしていきましょう。大きく手を動かしましょう。スタート。これ結構肩にくるんで、だるくなったら手をね休めてください。大きく動かして、このメニューの後にねちょっと首を動かしていきます。結構首がねこれだるくなるんで。はい、OK。 次は首をねちょっと回していきましょう。スタート。肩を動かしてね、首もだるくなるので、一回ね首をちょっとリセットしましょう。下向くことは多いと思うんですけど、上向くことは少ないと思いますんで、しっかり上向きをね伸ばしてください。はい、OK。 今度は上向いて、この首のね耳から走ってる筋肉を動かしていきます。ここが硬くなると肩こりになるので、しっかり上向いて、あ、ん、あ、んってやりましょう。スタート。あ、ん、あ、たまに横向いて、あ、あーうん言わなくてもいいですよ。僕は言ってるんですけど、あーうん、あ、口が動いてればいいです。あーうん、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 あーうん。はい、OK。 今度は二の腕を後ろに向けてね動かしていきます。タオルを持って背中にパッチンパッチンする感じ。いきましょう。スタート。これでね、肩と二の腕をねしっかり伸ばすことで楽になりますから。タオル持ってパッチンパッチンっていうイメージ。
これも男性も女性もね、これ絶対やった方がいいメニューなんで、肩こりをね、取るとね、楽になりますんで。はい、OK。今度は手を90度にして、この字から片方ずつね、動かします。ピッ、ピッ、ピッって感じ。いきましょう。スタート。3回ずつぐらいでいきましょう。できるだけね、止めている手を後ろに持ってって後ろに持ってってから反対の手を動かす。これで胸のストレッチとね、肩甲骨を動かしてます。はい、OK。 ちょっと肩がね、今のでだるいと思うんで、上げて下げてを繰り返しましょう。あとしっかり上げたらね、ストーンと落として手をね、だるく感じる感じでドーンとしっかりグーって力入れたのを、せーの、ストンっていう感じ。力入れて、せーの、ストン、せーの、ストン、せーの、ストンという感じ。せーの、ストン。はい、OK。今度は肘をクロスしてバッテンを作る感じで肘を動かしていきます。しっかり肩甲骨をね、前に出すイメージでいきましょう。スタート。こういう感じ、斜め下にね、肘をね、落としていく感じ。ここにあるものにね、肘をぶつける感じで肘でバッテン作りましょう。しっかり肘をね、前に出しながら動かすと肩甲骨がしっかりね、伸びますので、しっかり体を前に出して。はい、 OK。 今度は上に上げた肘を下に下ろします。高く手を上げて下に肘を打ち付ける。いきましょう。スタート。グッグッって感じ。これは結構力強くね、肘を下ろして上げた手を下ろす。頑張って。はい、 OK。 今度は親指を後ろに向けて回していきます。胸をしっかり張りながら動かしていきましょう。スタート。こういう感じ、ゆっくりでいいです。胸張るときだけグッと意識してグッグッ。休みながらでね、いいですからね。はい、OK。 今度は左右ね、上にパンチ、遠くに手をね、伸ばす感じでいきましょう。スタート。しっかりね、脇腹の方伸びてるイメージ。パーでもグーでもいいですけど、ちょっとグーの方がね、しっかり伸ばせれるかなと思います。できれば手はね、斜め前よりも真上って感じで動かしましょう。はい、OK。 結構肩を動かしているのに、だいぶ肩が軽くなってきた気しませんか？あともうちょっとでね、終わりますんで、今度は斜め下から斜め上に手をね、上げていきましょう。スタート。もし斜め上むずい人は少し下げてもいいです。手の位置よりもちょっと上に上げればいいだけ。しっかり胸張って、肩甲骨をね、動かしながら胸のストレッチをね、しましょう。はい、OK。 今度は首をね、ちょっ
ょっとね、さする感じで揉んでいきましょう。スタート。こう揉むっていうよりもさするぐらいでいいです。首がね、少しリラックスできます。どっかに足とかぶつけたりとか、なんか物が立ったらいてててってさすったりしますよね。これさするっていうことが、その部位をすごくリラックスさせられるんで、なんか揉んだり押したりした方がね、なんかこれが取れる気がするけど、さするのもね、すごいいいんですよ。はい、OK。 今度は肩をね、さすっていきましょう。スタート。さするのはね、ゆっくりでもいいです。軽くね、押しながらでもいいですんで。さするだけでね、疲労が飛んで肩が楽になります。はい、OK。 最後はずっと座ったままでね、足が疲れてると思うんで、ちょっと足を開きましょう。これで最後、体をね、前屈に動かして終わりです。いきましょう、スタート。できればつま先をね、倒して動かす、上げて動かす、たまに前にも行っていいです。足の疲れもね、取っていきましょう。回ったりとかして、はい、 OK です。お疲れ様でした。どうですか、結構長い時間肩動かしたのに、肩なんか軽くないですか。一回でこれなんで、これをね、毎日やってみたら、すごい肩が軽くなって、気持ちも明るくなって、重力がね、少し軽くなった気分するんで、動画を見ながらね、朝晩やるのがおすすめです。毎日続けてみて1ヶ月ぐらいしたらすごい変わってくるんで、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。